ミシのオキボセバヤシシュフィンジセマナー <laughs> はいというわけで、こいつ何言ってんだと思ったかと思うんですけれども、えー、僕はポルトガル語で、えー、あなたは週末何の試合を見ますかとというのもですね、うんえー、私、サッカーキングハーフタイム金曜日の MC を務めておりますけれども、えー、その1個、まあのコーナーみたいな形で、えー、週末にどういう対戦カードがあるのかというのを、えー、っと簡単にお伝えしてるんですけれども、えー、今回ちょっと別で。 取ってもうちょっと深掘りしてみようということで今回新たに始めてみました、まあ、やっぱり週末いろんな注目ゲームがあるので、まあ、皆さんにこういうゲームがこういうポイントが面白いよとか、まあ、あの何時から始まるよとかおすすめの観戦プランとかそういうのをちょっとご提案できたらいいなと思っておりますはい、えー、週末たくさん各国試合を行われておりますけれども僕が今回、えー、5つ 試合ピッックアップしてみましたまずはリーガイスパニョーラからですね、えー。10月14日土曜日27時45分キックオフ、アトリスコマドリード対バルセロナですね。バルセロナ、えー、開幕前ネイマールの移籍騒動なんかで、ちょっとごたごたもあったんですけれども、開幕7連勝ということで現在リーガーの首位独走しています。対するアトリスコも新スタジアムがオープンしまして、えー、非常にいい雰囲気のスタジアムですねで。そこにバルセロナが乗り込んで8連勝なるかと。 というところは注目となっております、はい、続きましてイングランドプレミアリーグですけれどもこちらは10月14日土曜日8時半非常に見やすい時間帯となってますねリバプール対マンチェスター・ユナイテッドですこちらはナショナルダービーとも呼ばれてますねでマンチェスター・ユナイテッド今シーズン開幕から非常に好調でして、まあ、ルカクを中心とした攻撃陣が機能していて、まあ、現在 マンチェススタターーシティとともにタイトルレースを引っ張っ張ている存在ですねで対するリューバープールも、まあ、やっぱクロップ監督になって、えー、シーズンを経過するごとにそのクロップサッカーが馴染んできて非常に面白いチームとなってますねでこちらの対戦も非常に見やすい時間帯なので多くの人が見れるんじゃないでしょうかあとまあ僕個人的にはやっぱりチェルシーが好きなので今回クリスタルパレスと対戦ということなので、まあ、ロンドンダービーですけれどもやっぱりチェルシーはアザールが復帰してきたのでそこら辺の攻撃力という部分に期待したいですね ドイツ・ブンデスリーが日本人選手がたくさんいるのでちょっとピックアップが迷ったんですけれども、えー、10月13日金曜日27時30分キックオフのシュツットガルト対ケルンにちょっと注目していますというのもやはりケルン去年かなり躍進をして今年もヨーロッパリーグ戦ってますけれどもあとはねもちろん大迫選手が所属しているので日本人の方も気になってると思うんですけれどもちょっと今シーズンは かなり苦しんでいますね。対するシュツットガルトは今年昇格組ですね。であと浅野選手も試、えー、用機会を徐々に伸ばしているという状態で日本人対決というところも注目ですね。で、ケルンなんですけれども、ちょっと色々試行錯誤した結果、大迫選手がワントップで出るんじゃないかというような報道もあるので、そこの日本人ストライカー対決というところもちょっと注目ですね。あとは10月14日土曜日ですけれども、こちら22時30分帰国、えー、バイエル・ミュンヘンが えー、監督交代後初陣となりますのでユップ・ハインケス監督の手腕、えー、というのに再び、えー、注目ですねあとはやっぱりドルトムント対ライプスィヒなんていうカードも非常に面白そうですねイタリアセリアですけれども今節はミラノダービーがございます10月15日日曜日ですね27時45分キックオフインテル対ミラン でインテルやはり長友選手所属していますし注目している方も多いと思いますけど、まあ、ミランはね本田選手が対談しましたけれども今シーズンはかなり血の入れ替えをして、まあ、本当に全く新たな新生ミランといった感じですよねで現在、インテル非常に開幕から好調を維持しているので、えー、対するミラン、まあ、チーム力的にはインテルの方がちょっと上だと思いますけれどもここのやっぱりダービーっていうのはちょっと特別な一戦なので、まあ、両チームのバチバチの試合をぜひ期待したいですね。 あとはイタリアで言いますと10月14日土曜日25時キックオフユベントス対ラツヨさらに27時45分キックオフローマ対ナポリというようなカードが揃ってますねなのでユベントス現在7連覇中ですけれどもこちらどのチームがユベントスを止めるのか非常に大きな一戦になるんじゃないでしょうか J リーグも今節はかなり注目試合がいっぱいあるんですけれども まあ5つの試合ピックアップする中でどれにしようかなってちょっと迷ったんですけど今節は J2 に注目しました10月15日日曜日2時キックオフ名古屋グランパス対湘南ベルマーレです、えー、湘南ベルマーレ現在 J2 リーグ首位独走中でして今節にも早ければ昇格が決まるというような形になっておりますなんですけれども対する名古屋グランパスもまだえ自動昇格を決して諦めたわけではないですし J2 屈指の攻撃陣が揃っている名古屋なのでここはまあ昇格 湘南の昇格があるにしろないにしろ非常に面白いカードになるんじゃないかなと思いますね。今節は J1 ももちろんあります。えー、まずは2時キックオフ、清水エスパルス対ジュビロ岩田、こちら静岡ダービーとなってますね。もうすでにチケットは完売ということなので、エスパルスのホーム、えー、愛さどんな雰囲気になるのか非常に楽しみですね。で他は3時キックオフ、鹿島アントラーズ対サンフレッチェ広島と。 いうようなカードもありますね、えー、鹿島は現在首位を走っています、えー、J1 優勝に向けて今後ラストスパートをかけていく段階に入っていくと思うんですけれども今節なんと金崎選手が小停止ということになっています、えー、で対するサンフレッチェ広島今シーズン少し苦しんでいますねでこれから J1 残留に向けて今節を含め残り六試合というところで敵地鹿島で勝利になるか、はい、ここからはミッシーの個人的に週末見る試合をお伝えしようと思います えー、まずはですね、J リーグが、えー、もうお昼からあるということなんで、まあ、12時頃起きて、1時から試合見ようかなと思っております。えー、そしてですね、まあ、昼の試合もあるんですけれども、7時からは、ウラレス対ビッセル神戸ありますね。で、それを見ていると、えー、8時半からリバプール対マンチェスター・ユナイテッドが始まってしまうという形になるので、まあ、2画面使って、両方とも見ようかなと思いますね。まあ、あとは僕は僕チェルシーがやっぱり本命でで見てるので えー、23時ですね。11時。やっぱりね、パレスには、5点ぐらい取ってほしいかな。はい。<laughs> ちょっとパレスの攻撃力っていうので、ちょっとジャイキリも警戒しつつ、ここは楽勝の展開は期待したいですね。で、あとはやっぱり27時45分、ちょっと遅いですけど、アトレティコ対バルセロナはやっぱり見ておきたいですね。はい。そして日曜日なんですけども、えー、J リーグありますね。で、あと先ほどお伝えした通り、 名古屋グランパス対湘南ベルマーレなんか中心に、まあ、J2 をだらっと見ようかなと思ってますねあとこの日ミラノダービーがあるんですけれども、えー、僕のブラジルの大好きなクラブフルミネースがですね現在ちょっと降格の危機にひんしているので現在16位なんでちょっとまずいのでやっぱフルミネース応援したいんでフルミネースが16日の日本時間16日5時から試合あるんですよなのでミラノダービーはちょっと頑張れたら見たいなと思ってます 皆さんいかがだったでしょうか、まあ、今回僕が紹介しきれなかった対戦カードもたくさんあると思うので皆さんの注目している対戦カードやクラブや選手などありましたらぜひコメント欄たくさん書き込んでいただけると嬉しいです。えー、そしてですね、サッカーキングハーフタイム毎週月曜日から金曜日まで放送してるんですけれども、えー、月曜日は週末のサッカー情報を振り返りということで12時からお伝えするので各国リーグの結果なんかはそちらチェックしていただけると嬉しいと思います。 えー、そしてですね、チャンネル登録、まだの方ぜひチャンネル登録のほどもよろしくお願いします。それではまた、ぜひ週末ね、たくさんサッカーありますので皆さん楽しんでください。チャオ